あのさ、富士山ってあるじゃん。富士山って、明治5年くらいまでは、女性は登っちゃダメだったらしい。なぜかはわからない。詳しい人コメント欄で教えてください。こうやってコメント欄稼ぎしていく。アドミですー。入り口どこ？入り口、ボルト。男性限定だったんだよね。なぜか知らないけど。まあ、だから深い理由がありそうでなさそうではある。ということで、レブナンツのリワークが来ると。ね。で、レブナントをどういうリワークが来るかっていうと、今まで正直まあ、マスコットキャラクター的な、ミラージュみたいな立ち位置だったわけよ。一人ぐらいなんか、うんかすみたいなやついた方がいいよね、みたいな、ちょっと立ち位置だったんだけど、グロテスクになります。一言で表すならば、グロテスクになります。これから。リワークってやばくなるんじゃないの？違います。リワークというのは、能力をいろいろ調整するよっていうことなんで、能力をただ単に弱くすることをナーフ、強くすることをバフ。で、リワークはなんかシステム自体がなんかちょっと変わるよみたいな感じ。前のミライジュみたいな感じか。そう、前のミライジュみたいな感じで、ちょっとなんか、スキルが変わるんだよね。とりあえず。シールドバッテリーを付け。ありがとう。パッシブ、今まで壁登りだったじゃないですか。壁登り、プラス、体力の少ない敵がハイライト表示されるようになる。ハイライト表示されるっていうのはどういうことかっていうと、ブラファのスキャン食らったみたいな、ブラファのスキャンというよりは、マッドマギーでさ、1、2発的に当てたらさ、その後若干敵、ウォールハック状態になるやん。壁つけて見えるやんか。あれが常に見える状態になる。体力の少ない敵は常に、スケスケ。もう、ブルーレイ版だと、パンツも見えますみたいな状態。まで、スケスケになる。どのぐらい体力が減ったら透けるのかわかんない。ここまではわかんない。ガチバフ。今、リワークの部分はちょっとまだ他にあるんだよ。で、戦術アビリティ。黙りーやってん。弾。あれ食らったら、ちょっとないスキルを使えないっていう、まあ、スキルだったんだけど、あれ、スキル別に当たっても使えます。とかあり、黙れ玉で指定した場所にスーパージャンプが可能になる。バンテージに似た感じ。シュバーンと飛んでいく感じのバンテージに似た感じやけど、多分、バッタみたいな感じを想像してくれた方がありがたい。飛び込んでくる。まあ、言ったらこれの介護感。これの介護感だと思ってくれればいい。プチジャンプパッドみたいな感じ。迷惑。プチジャンプパッドみたいな感じ。だから、がっつり詰めてくるタイプのレジェンドになるんじゃねって感じだね。ウルトがやばいんすよ。ウルトガチリワーク入ってます。アルティメット、トーテム、まあ、ここら辺にポコって咲くじゃないですか。まあ、いつも通りトーテムは出るんですけれども、シャドウ状態にはなりません。影の状態にみんななってたと思うんですけど、なりません。トーテムを立てた状態で、ノックダウン、もしくはキルすると、体力と、シールドを回復します。だから、ノックダウンさせた後に、カッキルまで入れると、めちゃめちゃ回復するわけよ。これがやばい。ガチで戦闘キャラになる。多分、レブナントマジである、これから。普通に、2対3でも、可能性クソ広がる。一番多分、2対3返せるキャラクターになると思う。まあ、パッシブの距離も気になる。まあ、こっから、まあ、そこまでとかの間だったら、まあ、そんな、まあ、強いっちゃ強いけど、まあ、こっからさ、例えば、あそこも見えるとかだったらさ、漁夫行こうぜ、みたいな、ことも可能になるわけよ。めちゃめちゃ強いよね。で、しかもさ、一回漁夫行って倒しきる前に、一旦、トーテムを置いて戦っとけば、体力も回復するから、こっからまた新しく漁夫来ても、自分らはトーテムある中、有利に戦えるわけよ。ちなみに、ウルトのトーテム、相手も効果が反映されるかは謎です。さすがにされないでほしいけど。めちゃめちゃ強になります、これは。うん。行こうぜ。って感じでね、レブナントマジガチ強くなるんや。いや、マジで上がると思う。バンガレブなんとかみたいな感じになりそう。もしくは、バンガホライゾン、ベルギレイとか、まあ、そういう感じの構成とかになるんじゃねえかなって、俺は思ってる。ガチで強い。
漁夫に行くのも強いし、帰ってこれないけど、ここら辺でトーテムをじゃあ立てて撃っちゃうだけで、はい、ナイスカーブ。そうだね、マジでそろそろみんな戦おうぜの流れっていいと思うんだよね。オッケー、ナイス、ウェイ、ナイス、ウェイ、ウェイ、ウェイ。祈ってるところに黙れ黙で飛び込んでくるのか、ナイス。まあ黙れ黙で飛び込んでくるというより、まあ、戦うじゃん。ハゲになって戻るわけじゃなくなるからさ、510ダメ、俺が一番勝ち。戻るわけじゃなくなるから、まだ緊急脱出用みたいな感じだと思う。って、室内とかで崖らへんとかで戦ってて、相手倒しました。ちょっと上取るわ、別波来た、上取るわ、俺上から打ち下ろすわ、みたいな感じで、黙れ黙ってさ、ちょっと上にも投げれたじゃん。だからプチパスファインダーみたいな動きもできるはずなんだよ。だから強いと思うんだよね。ガチで強いと思う。これ一応ね、海外の、フォーダン・スマッシュさんっていう、まあ、人によって、リークっすかね、これリークまあ噂程度に捉えておいてください。これね、だって今までね、マジでとおもちゃだったこれ、ランクとかにパーティーに引いただけでどないすんねんみたいな、あこいつハイド用やみたいな、絶対ハイドするため、まあそうだね、ゴキブリがバッタンになっただけだからね。でもゴキブリの要素残してるから、食べ登りもできるからっていう感じでね、若干まとめますと、壁登りのパッシブは残ってて、体力の少ない敵がボールハックで見える。スキルが、サイレンスはなくなる代わりに、指定したところにスーパージャンプが可能になる。まあ、で、ウルトがトーテムを設置した後に敵をノック、キル、どっちでも体力とシールドを回復する。漁夫とかに対してめちゃめちゃ強い感じの、はい、キャラになります。はい、おめでとうございます。レブナント OTP の方、レブナント戦の方。すごい少ないけど、やっぱいたんよ。レブナントでプレデター回してる人とか、レブナント愛を欠かさない人がいたんよ。強くなりました。おめでとうございます。っていうね。まあ、一応まだ噂段階です。これ、日本で俺が最初にやったんじゃない？まだ出てないんじゃない？知らないけど。ということで、以上、レブナントのリワーク内容、リークでした。